カンピオナートブラジレーロ、ブラジル全選手権第25節のインテルナシオナウ対ボタフ5戦が現地時間12日に行われ、ホームのインテナシオナウが2-1で勝利を収めた。ボタフォ5MF、本田圭介は先発でフル出場している。今 C の欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも観視聴。1ヶ月無料お試し実施中、2部降格圏の19位と銘するボタフォゴは、6位のインテルナシオナに対して、前半28分に、ペドロ・ラウールの5で先制。だが、前半のうちに、同点ゴールを許す。後半には逆転されて敗れる結果に終わった。タフォゴが敗戦に終わった中で、ホンダに対しも、ブラジルメディアの評価は、9大点を超え、ブラジル、ランスでは10点満点で、チーム3位対 6.0 をつけつつ、組み立てに参加したが、フィニ、湯の部分でうまくいかなかった。ボタフォ後、2度のチャンスの場面でパスを選んでしまっ、とコメントしている。グローボエスポルチで、ホンダに、採点、5.5 をつけ、インテンシティを見せ、中盤の組織プレーを助けたが、攻撃面で存在はなかったと評価。ボタフォゴ専門メディア、フォーガーオネット、採点、5.0 とし、パスワークや、ボール扱いは良か、が、2度のシュートチャンスでパスを選んでし、たと述べている。ボタフォゴはこれで7連敗、苦戦が続き、ついに最下位に転落。シーズン残、約3分の1となった、ここから巻き返すことがで、るだろうか。りょう。